私と男子と思春期妄想の彼女たちは、ファミ通文庫から刊行されているやの由いのライトノベル。第十二回エンターブレインエンタメ、対象小説部門で優秀賞となった妄想少女を文庫化したもミネ・倉ラ・美は、幼馴染の高柳くんに恋をする、ちょっと普通じゃない中学二年生。ある朝、突然出会った、見知らぬ、虚無像に呼び止められ、 謎のコンタクトレンズを与えられる。はじめは断るあすみだったが、コンタクトレンズをつけなければ、あすみだけでなく、高柳くんまで最悪に見舞われると告げられたため、それを受け取る。しかし、そのコンタクトレンズは、男子が心に描く女の子、妄想少女を映す不思議なコンタクトレンズだった。困惑するも、あすみは、妄想少女たちと親しくなり交流するようになる。 妄想少女たちは、アスミの恋を成就させようと力を貸してくれるようになる。一方で、学校では学生を脅かす出来事が次々と起こり始めて、自分たちを取り巻く状況が思わぬ方向へと進んでいく。翻弄されながらも、アスミは、クラスメートや大好きな人、そして、妄想少女から、自分自身の心や思春期の多感な感情を学んでいく。 私と男子と思春期妄想の彼女たち1、リア中ですが何か ?ISBN978 から40億4727万268、私と男子と思春期妄想の彼女たち2外白ですが、何か ?ISBN978 から40億4727万2255、私と男子と思春期妄想の彼女たち3、ラブメイドですが何か ISBN 978から40億4727万4686。私と男子と思春期妄想の彼女たち4。リア充ですが何か。ISBN 978から40億4727万7922。ありがとうございます。